一撃でスタイリング決まりそうだなと。バックスタイルも超かっこよくないですか。確かに夏こういうカラーリングめちゃくちゃ良くないですか。いや相当合いますよ。バゼのムーバです、今日もレターズ紹介していきたいんですけど、レターズといえばですね、やはり、まあ、ここもずらっと並べてるんですけども、ある素材がですね非常にいいと、評判が高いですね。ほう、うん、で、まあ、レターズね、いろんな素材がありますが、定番で非常にこう展開してますレーヨンギャバジンですね。はこれがねいいんですよ。過去にもね、僕と流星さんに紹介したこちらのね、フリンジシャツ、はい、これもレーヨンギャバジンですね。かっこいいですよね。めちゃくちゃいいです。で、前僕が、ソロで紹介したこのシャツですねとパンツ、このセットアップ、これも、レーヨンギャバジンでございます。はい、なるほど。で、ですよ、ですよ、あともう一個こっちございますけど、こっちですね、はい、こちらのパジャマのセットアップ、これもまたレーヨンギャバジンでございます。うん、ね、こうレターズはですね非常にこのレーヨンギャバジンを用いたアイテムが多いんですけど、これね通年めちゃくちゃ使えるんですよ。まあ秋冬ももちろん使えるし、春夏ね今からの時期でもね袖まくってガンガン着れちゃうような生地なんですよね。うん、まあレーヨンだからね肌当たりもいいし、意外とこのギャバジンにすることによってタフさもありと、かなりね使いやすいアイテムでございます。でまずはね、まあこういう感じで、まあ、見てもらったんですけど、今日はですよ、まあその中ではまだ実はね紹介してないシャツがあったんですよね。どれでしょうか。まあ触れてないのでもう分かると思うんですけど、こちらのね、はい、ツートンのシャツでございます。なるほど。これね紹介し損ねちゃったんですよ僕。うん、でこの時はですよ、まあ同色のセットアップで紹介しちゃったんですけど、一応ね品番としては、こちらの品番のカラー違いみたいなことで出ておりますので、今回ね改めてまたこっちのシャツも含めて今回このシャツをですねしっかりと、まあ、ご紹介していきたいと思います。かっこいいですよね。リュウセさんもよく何着か持たれてますよね。レーヨンギャバ大好きだからですね。うん、レターズねお好きな方、1着はもしかしたら、まあ、お持ちの方も多いのではないでしょうかというところなんですけども、ぜひね持たれてない方も持ってるよという方もね、ぜひもう1着揃えてみたらいかがでしょうかということでございますね。それでは今日はですよ、アイテムの紹介をした後に、スタイリングをしっかりとご紹介していきますので、最後までご覧ください。このバースデーチャンネルはですね、ここが中国大名にありますセレクトショップバースデーのチャンネルとなっております。毎日19時に更新しておりまして、内容としては商品のご紹介し、スタイリングのご紹介、シルバージュエリーのワカンシルバースミスやトゥアレグジュエリー、フレグランスブランドのサノマ、そして、今ですねスーパーセブンツーアルコン、こちらをねご紹介しているチャンネルとなっておりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。あとですね、ワカンシルバースミスは6月から値上げしちゃいますので、ぜひ今のうちにお買い求めください。それではアイテム紹介の方どうぞ。それではですね、アイテム紹介していく前に皆さん、よかったら振り返っていきましょうか。こちらの、レーヨンギャバジンのこちらフリンジのシャツでございますね。あ、僕と梅でご紹介しましたね。ご紹介しました。ここに貼っときましょうか。アンドン概要欄の方、はい、リンクから飛べます。よかったらどうぞこちらですね。で、まあこちらね、シンプルな、ウエスタンシャツ型にフリンジをあしらったというモデルでございます。カラーはブラックとエクリルの、2色展開ですね。これかっこよかったですもんね。そうですね、やっぱこのねウエスタンの洋服のところのフリンジがもうなんといってもたまんない、この存在感、うん、抜群にかっこいいっていうこちらの、2アイテムですね。はい、そしてね、おっと、こっちに行く前にこっち行きましょうか。こちらパジャマシャツですね。はい、パジャマのこちらシャツとパンツのセットアップ、こちらもレーヨンギャバジンでございます。でこれもね、今回こいつはね3人で紹介しましたね。そうですね、うん、ボスも含め3人で紹介しましたね。概要欄にありますリンクからよかったらドン、こちらご覧ください。いいですね。他のこちらね3素材あるんですけども、他の2素材はこの形はですね、レーヨンギャバではなくコットンになっておりますので、そこはお間違いなくようにお願いします。この形だけ、この色だけ、レーヨンギャバですね。はい、そして
こちら本日ご紹介します。こちらのですね04件はウエスタンシャツですね。はい、ちょっとこっちに向けてみましょうか。よいしょ。はい、こちらですね。で今回はですね、まあ形はですね定番の、ウエスタンシャツなんですけども、カラーがですね2トンとなっております。前のシーズンだとねエクリューとブラックのね2トンございましたよね。うん、今回はグレージュとブラックと非常にね落ち着いた大人のですね渋さのあるけども華やかさもあるようなデザインとなっております。こっちと一緒ですね。こっちのセットアップのグレージュと同じカラーですね、はい、そうですそうですそうです。ここへね肩の洋服だったりポケット等はこちらの生地を使いまして、で逆にボディのブラックは、こちらですね、このレイオンギャバの黒の、レイオンギャバが使われておりますね。このツートンのコンビはなんか独特でかっこいいね。いいですよね。もう見るからにああ一撃でスタイリング決まりそうだなというのが伝わってくると思います、うん、めちゃくちゃかっこいいですよ。で一応ねこれの、タンタケであのボックスシルエットのシャツもあったんですけど、そちらねちょっとソールドアウトになってしまいましたので、今回ご紹介できるツートンねこちらだけなんですけども、こいつがねかっこいいですよね。でちょっとバックもいきましょうか。はい、後ろはこういう風になっております。まあ、ヨークのところが、カラーが変わっているといいますね。グレージュになっております。ステッチの色が違うのもいいね。そうなんですよ、こういうところですね。よいしょ、ちょっとグレージュっぽいステッチに、グレージュの糸を使ってのステッチですね、はい、こういうところからねもう好きな人からするとああいいですよね、かっこいいですよねと。でそして、袖周りですね。はい、こちら袖のところと、剣ボロのところですね。こういうレターズ得意の作りなんですけど、こういうのもグレージュになっております。こういう細かいところがね非常にかっこいいですよね。うん、でこちらのウエスタンシャツサイズがですね、まあ、SM ございまして、金額はこちらです。はい、いいですね、かっこいいですね。なんかこうツートンと、こっちのツートンじゃない方値段実は一緒なんですよね。なるほど、一緒なんですけど、なんかツートンの方がちょっとお得感ありません？確かに なんでしょうね、なんかお得感を感じるようなところでございます。もちろんね、むしゃむしゃかっこいいですよ。うん、ですけど、まあこういう風にデザインが効いてる方がお好きな方はツートンね選んでいただくとすごく存在感があるアイテムとなっておりますので、ぜひねここからはねもうアーダコーダ、言うてもいいんですが、スタイリングの方はよかったどうぞ。はい、早速着用してみました。どうでしょうか。わーツートンかっこいいね。めちゃくちゃいいですよね。もうこのラインが切り替えがすごい目立ちますよね。うん、なのでぜひねブラックスタイル結構好きな方ねぜひ使っていただきたい。パンツも黒、靴も黒、だから全身ブラックになるところをね春夏らしく程よい抜け感出せますからね。こっちはちょっといいっすね、めっちゃかっこいいです。最後こんな感じですね。もうバックスタイルも超かっこよくないですか。確かになんか派手だけど着やすそう。あ、そうなんですよ。めちゃくちゃあのデザイン自体はそうなんですよ。まさに派手やけど着やすい、その通りですね。うん、いいね、いいですね。で僕がこちら着用してるサイズでサイズ S でございます。なるほど、うん、サイジング的にはどんな感じですか。サイズね S なんですけどちょっと余裕あるような感じですね。なるほど、うん、ぶっちゃけどうですか、リュウセさんも S 着れなくはないぐらいですもんね。全然着れなくないんだけど、うん、そうなんか少しゆとりを持たせるんだったら僕は M なんですよね。そうですね、まあ僕は170の55キロなんですけど、で S 着用してちょっと余裕あるなぐらいですね、うん、決してこうタイトなシャツとかではないので結構ね気持ち余裕持って着ていただいても非常にかっこいいと思いますね。で僕ねまあタックインしてるじゃないですか。で今日たまたまねスラックス履いてきたじゃないですか、レターズのスラックスね。でやっぱねセットアップで着たいですよね。なるほど、ここのラインがやっぱ超かっこよくなるんですよ。あ、うん、ネクタイっぽい見え方をするんですかね。あーかもしれないですね。あですけどちょっとジャケット着ますね、しばしばお待ちください。はい、それではジャケット着用してみました。どうでしょうか。かっこいいね。めちゃくちゃかっこよくないですかこの感じ。なるほど、うん、1枚で着た時も決まるし、インナー抜きも抜群にかっこいいと。なるほどですね、こういう見え方ですね。ぜひね世代によっては皆さん結婚式等も含めですね、まあ、そういうことも多い、式ごとも多い方も多いと思いますが、これテーラーとか、まあ、ジャケットスーツスタイルの中に着てもめちゃくちゃかっこいいですよね。はあ、うん、おしゃれてるわ。で存在感の
ある1枚としてぜひ選んでいただけると抜群にかっこいいですね。あ、ちなみにそのジャケットは、はい、ジャケットはこちらですね、あのウールラミーの素材を使ったテーラードジャケットですね。なるほどですね。とパンツのセットアップ、こちらね、僕が以前ご紹介しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄のリンクからこちら貼ってますんで、どうぞ見てみてください。ね、これもね、非常にこう夏素材、軽やかな生地で、使いやすいアイテムなので、ぜひよかったらこちらもよかったでしょうかと。特にね、ジャケットもいいですけど、パンツね、めちゃくちゃいいんで、もう春夏なんかかっこいい一本欲しいなという方、ぜひ選んでいただければと思います。単品使いもね、うん、バチバチ OK ですから、めちゃくちゃいいです。で、今回ね、まずはこちらのちょっとカチッとした着方をね、まあ見てもらいましたけれども、じゃあお次はね、もう少しカジュアルなねスタイルっていうのを、ご覧いただければと思います。それではデニムと合わせてみました。かっこいいっすね。ですよね。まあ、夏こういうカラーリングめちゃくちゃ良くないですか。いや、相当合いますよ、うん、めちゃくちゃ合います。で、履いてるデニムはですね、こちらマインデニムの、デニムパンツ、Lストレートのパンツとなっております。以前ね、確か紹介、多分僕がしたはずですので、よかったらこちらも概要欄貼っておりますので、よかったらどうぞ見てみてください。で、僕が履いてるのでパンツサイズが、ニッパチでございます、ね、こういう合わせいいですよね。夏っぽくていいね。めちゃくちゃですね。インディゴの特にこの薄めのパンツの時に、真っ黒のシャツとか合わせると結構、まあ、色が浮いて見えるじゃないですか、うん、そういう時にちょうどやっぱグレージュね、間にこうポッと一色足してくれるとすごいデニムとも合わせやすくなると。つまりですね、まあ、デニムも合うし黒も合うしね、これも何でも合いますよね。素晴らしい、間違いないこういったシャツでございます。で、なんか夏場とかはそれこそ今日ちょっとね、まだそんなめちゃくちゃ暑くなかったんで、僕ロンティーとか着てるんですけど、でタンクトップとかね、で袖まくって何でしょう、着ていただければ結構夏ギリギリまで、なんなら夏とかでも結構レターズ好きな方ね、シャツこうがっつりまくって着てくださる方多いですもんね、うん、結構デザイナーのゆういちさんもガンガンもう長袖でもまくって着てるんですもんね。そうですね、うん、だからレターズはそんなにね半袖っていうのを作らない、ブランドですので、ぜひね、なんかこんな感じで楽しんでいただければと思います、ね、だって半袖ものって言った後もう T シャツしかないですもんね。そうですね、待ち構えてるのは T シャツのみ、うん、T シャツのみ、それ以外は一切、半袖作っておりますので、ぜひね袖物をうまくやれば夏場も着こなしてくださいということでございます、ね、最後はね、もうここからもう一個だけスタイリング紹介するんですけど、まあもちろんレイオン、ヤバジン同士でちょっとスタイリングしたいと思いますので、最後までご覧ください。ラストはレイオン、ヤバ同士で合わせております。おー、いいじゃないですか。かっこいいですよね。まあ、以前ね、ご紹介しておりました、まあ、グレージュ同士の、ま、完全グレージュ同士もかっこいいんですけど、これツートンシャツとこのグレージュのパンツね、この合わせもめちゃくちゃかっこいいです。しゃれてますね。ちょっと粋な感じがしてかっこいいですよね。なんかまとまった雰囲気になりますね。やっぱ生地がね、合うとすごいまとまり出ます。そしてね、程よくしっかりと存在感も出しちゃう、そういったシャツになってますね、うん、で、グレージュ同士、無地のグレージュ、無地のグレージュのパンツ同士の、スタイリング、よかったらこちら写真貼っておきますんで、よかったらこういう感じになります。こっちで合わせると ね、細かいところを気になる方は、以前の動画よかったら、ご参照ください。こちらは概要欄に載っておりますので、よかったらどうぞ、まあ、っていう感じでですね、まあ、スラックスも合うし、まあ、こういうもちろんレイオンギャバジのパンツはもちろん合うし、デニムも合うしとですね、非常に幅広く合わせられるのがこちらレターズの、ギャバのシャツですので、ぜひね皆さん気になるよっていう方、欲しいよっていう方はですね、こちら概要欄にありますリンクの方からですね、オンラインストアも、飛べるようになっておりますので、よかったらこちらから、ご購入してみてください。僕が着ているサイズは S でございます。で、一応パンツもですね、サイズ S でこれぐらいですね。うん、余裕がありますね。ウエストも、出そうと思えば全然もうプラス3センチ4センチぐらい出せるようなところなので、ぜひね、お気軽に、気になる方とかは店頭でお話聞いてみたりとかですね、お問い合わせ等も、ぜひご連絡してみてください、最後まで見てくださった皆さん、誠にありがとうございました。ぜひですね、店頭春夏商品がっつりと揃っております、ね、ここからね結構減っていく方が増えていきますもんね、うんうん、なのでぜひですね皆さん、お早めに、足を運んでみてはいかがでしょうか。最後までご覧いただいた皆さん、誠にありがとうございました。また次回の動画で店頭でお会いしましょう。
ありがとうございました。